さあ今日の夕食は何でしょう。まず一品目はこれは明太子パスタ。美味しそう。いいですね。シソが入ってることに文句言うとりました。明太パスタにはシソは入ってるものですよね。むしろなんか欠かせないところですよね。ひゆくんは何を食べてるのかな。カレーかな。ちょっと今日はおやつ食べすぎてひゆくん全然手が進まないって感じです。おぎちゃんは明太パスタの横にこれはライスの台いきますね。あとこれはコーン、ステーキかな。ステーキ食べてる。ステーキとパスタ食べてる。やっぱ生き物として強いですね。ひゆにちゃんとお茶も飲ませてね。おぎちゃんはね、外食に行ったら絶対ひゆの隣に座ってこうやってひゆの食事の介助してくれるんですよ。ありがたいですね。朝昼やってる分私夜ゆっくりこうやって外食で食べさせてくれてとっても嬉しい次第でございます。はい、ひゆはポテトばっかり食べてね。まあこんな日もありかな。外食行ったらこうなるよね。ひゆくんもね、ね、ポテト美味しかったね。うん、うん、ね、パパはご飯が進む。でもさ、なんかちょっと今日はあんまりこうリアクションが薄いというか、ちょっとテンションが上がってない様子ですね。シソが入ってたからかな。え、どうしたんだ。おお、どうしたどうしたどうした、びっくりした。ブロッコリー生だった、もしかして。ちょっと鼻の下の出来物が気になるところですけど、免疫下がる時だから本当気をつけないと、風邪も感染症もね。